犬。走行距離18,000キロ。2回目のオイル交換をします。オートバックスだにゃー。オートバックスだにゃー。アドブルー補充します。11,712キロ走って、あと1,760キロ以内に補充してくださいと出ています。フラドのアドブルータンクは12リッターらしいので、13,000キロぐらいは走るんでしょうか。12リッターで今11,700、あと1700、13,000キロ以上走りそうですね。北席で入れます。これトラックのセルフスペースですね。いらっしゃいませ、商品を選択してください。アドブルー満タン。ちょっとタプタプって溢れました。この漏れてもちょっと大丈夫のようにこれついてるんで安心です。キャップ OK。うん、アドブル給油表示消えました。 9.19 リッターアドブルーが入りまして、1287円でした。1回目のアドブル補充完了です。ご視聴いただきありがとうございました。車購入から約1年、走行距離18,807キロメートル、愛車メンテナンス行ってまいりました。 FG オイルフィルター T29 交換、エルフエボリューション DL15W30 交換、
5000km を目安にオイル交換しています。よっ、待ってました。アドブルー補充、そろそろアドブルー補充じゃないかとワクワクしていたところ、残り 2300km くらいで案内表記が出ました。溢れてもいいようにタオルをたくさん持っていきましたが、タプタプってなったので 9.19 リットル入れて終了。現在1万3000キロ走行しておりますが、問題なく走っております。皆さん、ランドクルーザープラドことプラドンは雨に打たれても風にあおられても爽快に走り抜いています。それでは皆さん、次回もお楽しみに。どんどん